よく考えたら、普通じゃない、玉のケータ。自動車よりも速い。ビジギフ小学生、一般道路の平均時速は、約34キロ。小学校5年生の平均時速は、約20キロ。車を追い越すには最低でも、50メートル、約 5.2 秒で走るしかない、超大金持ち小学生。青春を謳歌する、ただの小学生、の、はずが、90万円以上所持する、大金持ち小学生に、でも本当に怖いのは、それに何も思わない山の毛。妖怪ウォッチ、小学生の放課後あるある。交換するか。あれ、やっちゃうか。せーの。やったー、生ハゲ2体になった。あれ、はじめからやったー、やったー。交換バグで、データ初期化される。これ持ってたら猛者確定。猛者しか持ってない、入手困難な称号。妖怪ウォッチ2に対戦があるのはご存知でしょうか。一般的には妖怪神が最高称号だが、実はさらにその上の称号がある。それは天水の勲章だ。インターネット対戦で1位を取らなければもらえない称号なのだ。だが今は改造がはびこっている環境なので、天水を取ることはほぼ不可能に近い。2個目はトロフィーコンプリートだ。基本的に銅、金、金の順に難易度が上がるのだが、あやとり様を100回倒しても金のトロフィーという、これだけで難易度の高さがわかる。最後に個人的に難易度が高いと思うトロフィーを上げていく。大事点 100%。 今では入手可能なワンダーニャンやマスクドニャーンなどがいるので、とても難しい。他にもやってほしいことがあればぜひコメントにお願いします。妖怪ウォッチ、みんなが絶望する神あるある。よし、やっと熟魔女空見倒したぞ。やっと次がラスボスか。え、わあ、初めてのあやとり様、瞬きする間もなくやられる。本当にあった天野啓太の怖い話。大切な友達を魂にする、ダッシュすると車を平気で追い越す、車に負けないフィジカル、こんなに吹っ飛んでも無傷で寝ている。妖怪ウォッチ、鬼時間来た時あるある。学校疲れたなー、妖怪ウォッチやるか。妖怪ウォッチ楽しいなー。え、あー、やめてー。鬼時間怖すぎて現実逃避しちゃう。